はい、どうぞ。はい、新宿駅前ご通行中の皆様、こんばんは、君の会でございます。令和5年、2023年最後の街頭演説となりました。今年1年、まあ、ありがとうございましたっていうのなんですが、お騒がせいたしましたということにさせていただこうかなと思う次第でございます。まあ、とか言いつつも、4日にはまたスタートするんで、来年もよろしくお願いしますということで、一応ね、元旦だけは、元日だけは休もうかなという話で、代表と進んでおる次第でございます。はい、でね、まあ、ラスト3本なんで適当なネタでもいいんだけど、まあ、適当な色だな。でも通りです。はい。ただね、ここの出国に来るまで、話題にしてこなかった話題を一つ取り上げたいと思います。何か。はい。沖縄県知事の、ね、例のやつです。はい。ね、承認しなかった例のやつです。ね。いや、別に地方知事がどうちゃってね、言うことじゃないんですよ。ちょっと朝日新聞さん。30分で知事の、権限を奪って大執行ってね、はい、コミュニティノートが聞きました。沖縄県の法的受託事業の執行を怠っている状態を是正するためでございます、ねはい。これは正直言いまして別に国防じゃなければあるいは国の国益にダイレクトにつながるものでなければ玉木の好きにすればいいと思うよね。まあ好きにした結果叩かれるのは玉木の自由だしねとは思うんですが、今回のことに関しては残念ながら国が訳したものを続けるかどうかの判断なんで、そこに一首長の意見は誰も聞いてないんだよ。だから正直言ってこれに異を唱えることに何の意味があったのかね。これは玉木の言う玉木を支持している連中へのポーズ以外の何者でもないと思ってますね。はい。ね。大体こう、大執行されるの分かってるんだから、結果はね、大執行されるか、玉木が承認するか2択だったはずなんで、それに対してね、ここまでやっちゃうのはどうかと思いますよ。あ、どうかもやっちゃうね。うん。まあ、いいんだよ。玉木なんだし。ね。この流れはいつも通り、規定路線。ね。玉木だし。玉木だもん。はい。玉木らしくていいんじゃないですかね。ただ、それに対して最後が言う朝日新聞さんの方が、ね、あ、相変わらずやなって思いますね。はい。ね。っていうかね、思うところは、それに対してコミュニティの方がついちゃうところですよ。うん。一般のマスコミっていうのは、普通マスコミっていうのを考えてみれば、知識の塊で見識の塊のはずじゃん。はずじゃん。であるべきじゃん。それが、世間一般のコミュニティノートに言い任されちゃうっていうのは正直言ってどうなのかなって思いますね。ちなみに私これでコミュニティノート導入されてから取り上げておりますが、私のツイートには一回もついたことがありません、はい。一応コミュニティノートさんには、まあ私のツイートを見てるかどうか、ポストを見てるかどうかともかくとして一応僕にしていただけてるようでございます。はい。ちなみにここにご通行中の皆さんの中でコミュニティノートついたことがある人多分いないよね。うん。いや、かけてもいいけど多分いないんですよ。ほぼほぼいないんですよね。うん。だって相当に何だろう、こう断りを反したことをツイートしてなければ、ポストしてなければ、おそらくコミュニティポストはつかないですから、各自の主張として流される範疇でなかったことをマスコミが、政治家が言っているか、文句が出てるだけの、文句じゃないな、ご指摘が到着しているだけのことだと思いますね。はい。来年もコミュニティノートの皆さん、裏で頑張っている名もなき皆さん、はい、ぜひとも頑張って私にネタを提供してくれることを願っております。そして玉木くん頑張って突っ張っていただいて、あなたも私にネタを提供してくれることを楽しみにしてますよ。はい。ね。まあごめんね。正当性の話じゃなくて、ネタがあるかどうかの話して申し訳ないけど、所詮は私もここでマイクを持っているだけの僕らでございますので、その辺はお察しいただければ幸いでございます。はい。ありがとうございます。